はい、お疲れ様です。発表します。この度ブックアイランドイルマ店では、出張買取を再開します。はい。出張買取はですね、皆さんご存知の方もいると思うんですけども、あなたのご自宅まで、買取に僕が伺います。はい。ですね、本、CD、ゲームソフト、あとはもちろん、トレーディングカードも、買取します。昔はね、まあ、本を中心だった頃、うちがまだ古本屋だった頃は、出張買取かなりやってたんですよ。まあ、大体市内とかそのぐらいかな。あんまり遠くには行けないんだけど、車で行ってですね、その場で本を、査定して引き取るっていうことをやってました。でも、まあ、本自体が売れなくなったことと、あとはうちの店があまりスタッフがいなかったんだよね。で、まあ僕がちょっと抜けちゃう間、ちょっとお店、ちょっと見れないってことがあったりして、ちょっと出張、もう、ここ数年やってなかったんですけど、最近うちのマッチーさんとか、ヒドロくんとか、頼れるスタッフがだいぶ増えてきてですね、僕にも多少余裕が出てきたので、出張買取いけるんじゃないかなと。で、まあブックオフとか、まあ、他の同業他社ね。他のお店さんとかも、まあ、出張買取最近やめてるところが多いんだよね。なので、まあ、困ってる人も多いんじゃないかなと。家にたくさん本とかがあるのに、まあ、持ってくるのが大変だと。そもそも車がないとか、そういう結構ニーズがあるので、結構ね、昔も言われてたんだよ。電話とかでその出張来てくれませんかとか言われたんだけど、ちょっと今うちやってないんですよとか、ちょっと人手がなくてとかって謝ってたことがあったんで、ちょっとそれがずっと気になってたから、はい、行けるようになったんで行こうかなと思いました。まあ昔だったらそうだね、電話帳とかに宣伝とかで出張買取してます、本買取しますみたいな、そういう広告を載せたりとかもあったんだけど、今は電話帳でもないからどうしようかなと思って、こうまあ動画でまず拡散する。でもな、見てる子はそんな本とか持ってないかな。どうしようかね。まあ店頭で掲示するとかもするし。うん。だからこの動画を見てる、若い子たちはさ、お家でお父さんお母さんの本とか片付けるよとか、そういうのがあったら、ちょっとお父さんお母さんにも言ってあげてよ。まあ多分僕が大体行くことになるんで、もしだから、よかったらその場で一緒にこの、踊ったりもできるし、そんなサービスいらないのかな。逆にもし TikTok やってる人とかだったら、うちにこの最強の出張買取を呼びつけてみたみたいな、でほら買取金額いくらになったみたいな動画にしてくれてもいいし、うん、僕はそういうの全然構わないので、やってみてはいかがでしょうか。とりあえずね、あんまり遠いところはいけないんだよ。やっぱり時間がかかっちゃうから。だから最初は、この、僕、店がある入間市、あと隣の狭山市、ぐらいかな。まあ、あとは王相談って形なんですけども、出張買取ご希望の方はですね、まあ、ツイッターの DM、もしくはお店に電話、あとはまあ、そうか、TikTok のコメントでもいいのかな。コメントは困るな。いろんなのがバーッと並んじゃうから。TikTok の DM か。やっぱ DM だな。DM で連絡いただいて、具体的にどのぐらい本があるのかとか、そうだね、写真で見せてもらったりとか、そういうのをした上で、日程を決めて伺う感じになると思います。はい。出張買取で、お店のお片付けをお手伝いしますって感じでお願いしたいと思います。ただ、あんまり本、そんなに高くは買い取れないんだよ。だから、あくまで本当に、片付けを手伝うんだよぐらいの。で、値段のつくものには値段つけるけど、もちろん、本の形してれば、値段つかないような、例えばね、百科事典とかそういう、本当に分厚い専門書みたいなものは、本当お値段つかないのね。だけど、一応、紙であれば引き取りできるんで、それは、持ってきます。はい。なので、まあ、その辺の詳しい内容とかも、どんどん問い合わせてくれれば、お答えしますので、とりあえず出張買取、再開します。あなたのお家に最強買取。どうだこのキャッチフレーズ。まあいいや。じゃあよろしくお願いします。